サンビセンテの祭壇画さん、ビセンテの祭壇画の一部さん、ビセンテの祭壇画は1883年に発見された祭壇画でポルトガルの国宝である。リスボンの守護聖人であるセイビセンテも名を貸し、大航海時代のポルトガルの縮図とも言える作品でもある。この作品をめぐっては、制作者、制作年代、動機、そしてパネルの人物について様々な説が出ており、 今日に至るまで決着がついていない。現在は、リスボンの国立古美術館に所蔵されている。サンビセンテの祭壇画の制作者については、ポルトガル国王アホンソ5世に仕えた、宮廷画家、ヌーノ・コンサルベスと言われてきたが、現在では疑問視されている。制作動機に関しては、ポルトガルの公開業績を称えるために制作された、あるいは、 アビス王家の結束を促すために制作された。さらには1471年の単純、攻略成功を記念するために制作されたと、様々な説がある。整備選定を中央に配する形で6つのパネルから、なっている。パネルは向かって左から、修道像のパネル、漁師のパネル、エンリケ公会王子のパネル、陸軍総司令官のパネル、騎士のパネル、生物のパネルと命名される。 なお、中央の聖人については一般に、整備先手と言われているが、実は、ジョアニ一世の罰しで人質として死んだ、フェルナンド王子だという説、二人の服装が微妙に違っていることから、1147年に、イスラム勢力からリスボンを脱回する時に殉教し、した、サンクレスピンとサンクリスピーノの兄弟聖人という、説もある。騎士のパネルこの祭壇画をめぐって、 最も議論の対象となったのがパネルの人物特定である。特に対象となったのがエンリケ公会王子である。一般にエンリケ公会王子は左から3番目の整備線手の右側にいる口ひげを生やし黒いつば帽子をかぶった人物とされており、一般に抱かれるエンリケ公会王子の画像イメージもこれに従っている。このパネルが俗に エンリケ公開王子のパネルと言われているのはそのためである。その根拠とされたのが1837年に発見されたギネイ発見制服誌である。同書には上記と全く同じ人物の画像が挿入されており、その下にエンリケの標語である最善を尽くせが記されていたからである。しかし、 最近ではこの人物はむしろアニドゥアルテ一世で、エンリケ公会王子は向かって右から2番目の騎手のパネルの最前列で両手を合わせてひざまずいている人物だというのが有力視されている。顔つき、体格が、彫像や当時の記録と一致していること、身につけている服装及び紋章がエンリケが団長を務めていたキリスト騎士団のものであるというのがその理由である。さらには、 エンリケ公家王子は最初から描かれていないという説も出されており、祭壇画をめぐる混迷はますます深まるばかりである。ありがとうございます。